しかった分、この鳴子の音色と練習に練習を重ねた踊り子さんの演舞で伝えたいと思います。皆さん、今年は3色の章が終わりますけど、初めてですか？男性も入れたら4色なんですよ。はい、珍しく派手にやっちゃいましたけど、テーマはね、長いか。巻きが入る。毎年テーマ言ってたけど、まだ言ってなかったなと思って。もうね、テーマとかいらんねん。いらんか。いらんと思うよ。もうやめよう、テーマ。はい、わかりました。テーマは夢を持って、夢と未来を持って、前進しましょうという意味を込めて、夢神楽とつけました。はい。はい、この夢神楽の演舞をね、皆さんに見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜町、花神楽。行くぜよ、ハマちゃん。
さあ